はい、じゃあですね、お待たせしました。本日はですね、第73回、まあ先々週になっちゃったけどね、皆さん方に受けてきていただきました税理士本試験、簿記論、それから財表それぞれについての徹底検証会ということになりますが、一応先に簿記論の方から始めさせていただいてですね、大体50分ぐらいかな、少しお話をしていこうと思います。でその後に10分ぐらい休憩取って、11時40分ぐらいからね、財表という形にしていこうかなと、まあ、いうふうに思っておりますんで、そんな形でね、まあ簿記論終わった段階で一旦はけていただく方はね、はけていただいても結構ですから、順次ね、まあ、進めていこうと思います。でまずは皆さんね、改めてになりますが、長い長い受験勉強と本試験受験ね、お疲れ様でございました。本当はね、例年だったら試験終わった週の週末にこの検証会やってるんですが、まあ今年ちょっとね、建物の都合というか消防検査の関係があってね、翌々週、週末じゃなくて翌週っていう形になってしまったんでね、少しお待たせしてしまって申し訳なかったんですけど、まあ先行して私どもレックの考える、模範解答、それから予想配点、なおかつ、ボーダーライン等々もホームページの方にはアップをさせていただいておるんですが、まあ今日ご来校いただいた方々にはね、今この紙ベースの解答総合簡略版のものにはなりますが、お配りをさせていただいております。まあ合わせて問題もね、お配りをさせていただいたというところになります。でこちらのですね、よいしょ、まあ、ちょっとウェブでご覧いただいている方はホームページの方で確認していただきたいんですが、切り替わんねえな、はい、これ、こちらの回答速報ね、まあ、簿記論、それから財表セットになってますけど、まず最初1ページ側から記載させていただいているのが簿記論の私どもの方で作りました模範回答になります。まあだいぶ時間も経ったんで、一応私どもとしては見解統一しましたんで、今回まあこれでいきましょうという形で、確定版という形になります。第2問、それから第3問等々も同じです。でそれぞれの問題に関して予想配点、付けさせていただいているのと、まあ、あと一番皆さんが気になるのはこれかなっていうところがあるんで、4ページ側にですね、模擬論に関してのコンパの総評ということと、あとはまあ予想ボーダーラインですね、一応入れてあります。でまあ結論的に言ってしまうと、今回の簿記論本試験に関して、私どもの予想配点ベースにはなりますが、一応公表として打たせていただいている全体のボーダーラインはまあ50点程度というところを打たせていただいてはいます。ただまあ先ほども何人かの方とお話はしたんですけど、私は個人的にはっていうかな、ちょっと50までは多分いかないような気がしますよ。ボーダーラインは特に簿記論に関しては今年もうちょっと下がります。おそらくうちの予想配点ベースで42、3ぐらいでもボーダー乗ってくるかなっていう気はします。それぐらいがまあ加減かないう気がする。ちょっとやっぱ35とかになっちゃうとちょっと厳しいような気がするんだよね。ただ42、3だったらボーダー乗ってくる可能性は多分にあるかなっていう気はするんですよ。ちょっとやっぱり高めに、ボーダーライン、ペーパーの方で書かせていただいたものは設定してるんで、まあ意外とね、今年皆さん方に解いていただいた本試験、まあ、やっていただいてお分かりだと思うんですけど、まあまあ典型的な項目の出題としてね、第3問の有価証券なんかなかったりとかしてるところもあるんで、まあ、そうすると点数の取りどこも作りにくいっていうのもあるだろうし、まあ、なおかつですね、後でまあ詳細話しますけど、やっていただいて分かると思うんですけど、第2問あれできないですよ。まあ中にはね、予定取引なんかもしっかり準備しておいて、仕分けの推定とかできたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、あらできませんね。そうすると僕の感覚で言うと、第2問とおそらくまあもう切り替えていただいた方、何人かお話した方はね、みんなちゃんと切り替えてるんで問題ないと思うんですけど、社債関連とあと有形固定資産の減価償却ですか、そこら辺にも特化してとっとと次の問題行った方がいいですね。あれ無理です。外国預金なんか出ませんから、どうせ。したがってあれだけ煩雑なものを解いても無駄です。
でやっていただかないとわからないので、まあ、ある程度やった段階で煩雑さに気づいた段階でもう捨てるべきですね。じゃないとおそらく厳しい。まあそれやった上で答え合ってればいいですけど、合わせんの相当大変ですよ、預金なんて。で多分ね、それ合わせてる人ね、まあ合ってんだったら頑張っていただいたんで、それはそれで僕はいいと思うんだけど、一番僕が怖いのはそれによって他の問題手出してないってことですね。それも致命的ですね。結局のところ今回の第3問、製造業の金なんか出てますが、まあ、これ僕ずっと東連で散々言いましたんでね、簿記論の製造業って近年出てません。出てませんけど、出た時に決定的な差がつくと、できる人できない人はうんと分かれるっていうのも散々東連でも言ったんで、したがってまあおそらくそうなってんと思うんですよ。で第2問に特化しすぎちゃった人って、多分第3問おまあ、くどいだけど目立つような論点としての有価証券なんかないですから、あ取りどころを見失って多分第3問で大きく崩れる、そうすると、まあ、仮に第2問である程度できたとしても全体の得点が伸びないので、おそらく失敗すると思います。ですから、まあ、第2問お手を出した段階で煩雑さに気づいていただいて他の問題に切り替える、まあ、特に私どもの方で、直前期等を通じてご学習いただいた皆さんに関しては、例えば第1問の特殊仕分け帳を散々やっていただいてますから、仕分け推定のところは生産勘定という特殊な論点が出てるんで、まあ、そこを合わせるというのはなかなかね、なんとなく仕分けの形でイメージできたかなという気もするけども、まあ、仮に仕分けができなくったって試算表を作るって問題は類似の問題通れんでもやってますから、あら何の問題もなくできるでしょう。でソフトウェアの話なんていうのは非常にイージーですから、ぶっちゃけの話、あれ、まあ、税理士としてはソフトウェア仮勘定からの振り替えなんていうのは初めてなんだけど、ただあれ中にはね、日商2級の時に当たった人いるんじゃないですかね。あれ2級ですからね。したがってまあ比較的平易です、まあ、そうすると第1問なんかは相当点数取れますね。普通に考えて、まあ、どんなに悪くても15ぐらい、まあうまく回しは20前後にはなるんじゃないですか。でそうなっちゃうとね、さっきの話じゃないけど第2問なんかにちょっとこだわりすぎちゃうと、第1問とか第3問に手が回せなかった人がもう第1問の段階でひっくり返されますよ。だからまあ別に第2問一生懸命やってもらうのは全然いいんだけど、それによって第1問とか第3問に回す時間がなかったとか解いてないっていう話になってんと、もうちょっと失敗かなっていう気はする。まあそういう形なんで、今回はやっぱり第2問が鬼門ですから、そこの部分にあまり時間をかけずにですね、しっかりと基本論点などに集中していただいて対応を図っていただくというところになるのかなという気はします。ただ僕は久方ぶりにね、まあ製造業も出ましたねって話をしたけど、まあ当日だったかな、翌日だったかな、ちょっとツイートもしたんだけど、これは本来の簿記論ですよ。あるべき形になったと思いますよ。去年が簡単だっただけで、簿記論ってこういうもんですから、もともとだからまあまあ妥当じゃないですか。もうちょっと簿記論っぽさが出てもいいかなとは思ったけどね。ただまあ推定なんかがうんと少なかったりしてるんで、そういう意味では比較的手が出やすいはず。まあ今日ね、いろんな話をしようかなと思って何がいいかなっていうのは考えてきたんだけど、まあまた後で言うけど、皆さん第3問の未着品なんて結局全 TV から映すだけだもんね。都度法分かってる人の人ってのはなんてことないよね。ねえ、あんなのは都度法分かってらすぐできるんですよ。ただ都度法分かってないとそれできないんですよ。まあそんなになってる人はまあいないと思うけども、そういったところなんかも基本のキーですからな。ああいったところしっかり取れるかどうか、まあそういったところでやっぱり勉強してきた内容がどれだけ自分の中に定着できてるかどうか、差がついてると思いますよ。銀行の話だって見慣れない話だったかもしれませんけど、あれはできなきゃダメです。見たことない事例だからできませんっていうのは、まあ、通らないです。僕は有価証券なんかは取りどこだという話はしてますが、同時に有価証券以外にも現預金の話ね、有形無形の固定資産の話もう取って当たり前だと、そこをまず攻めるのが当たり前なんですという話はずっと僕はしてます。でその前提からすれば、この間の第3問に関してはあらできます。したがってやるべきです。それができないというのはちょっと僕はいかがなものかなという気はする。
で根本的にですね、後半の部分出てきた特殊な事例があったでしょ。第3問の役員に対するね、まあ新株引き受け権の話が絡んだりとか、ああいう話ですけど、あれなんかそもそも今会計基準ないんだからね。あれ会計士協会が研究論点で研究内容の報告みたいな中間報告みたいな出してますけど、まだ会計基準ないんだから、あんなもんできるわけないですよ。あんなもんやっちゃダメなんです。別にやったっていいけど、やるには順番がある。まあ東レの時にも僕散々言いました、やるなとは言わない、ただ物事には順番がある。基本の論点をやらずしてそんなもん手出したって意味がない。したがってまあこの間の第3問だってしっかりとそういう基本のところ、まあ、有形固定資産のところだってそうじゃない。いっぱいいっぱい回答枠があったし、引き当て金になったらできて当たり前ですと、退職金引き当て金なんか捨てるなったらありえないって僕ずっと言ってますもんね。したがってそういう前提でやってっていただければ全然解けますよ。で製造業会計の話にしたってね、異常減損費の扱いなんてのはかなりレアですから、ああいったところは出なかったかもしれません。ただそこまでができなかったって別にいいじゃない。材料関連で回答埋まるんだしね、加工費の集計を行う過程で労務費関連のデータだって引き当て金の話今しましたけど全部出るじゃないですか。それができればいいじゃない、いう話ですから、それで回答費埋まるでしょ。だからそれだけ回答用紙埋まることがちゃんと理解する。だからまあ皆さんみんなねちゃんと当連の時に申し上げたからやってくれたと思うけど、まあ、回答用紙チェックしました。回答用紙に書く数があんだけあるんだから、んなもん手出すよりも先にやんなきゃいけないこと分かるもんで、見れば一目瞭然だ。そういった練習を普段からやってるかやってないかなんですよ、ね、で繰り返し申し上げましたけど、今年の僕第3問見た時思ったけどね、確かに見られない論点あるけどね、本当にもう基礎力ですよ。基本の論点ができてるかできてないかです。でそれをちゃんと潰せてるかどうかです。もっといやそれが選べてるかどうかです。それでもう勝負ついてます。だからさっきの話じゃないけど、もう全部が分かんないってまあなっちゃう時は分かるけどね、ちっちゃい話だけど未着品なんかはやっぱりね回答できてないっていうのはまずいです。ちょっとそれはあまりにも準備が不足、または状況判断してない、と僕は思う。まあ今回の試験に関してはそういう意味ではちょっと意地悪かもしれないね、意地悪かもしれないけど、でも本来あるべき簿記論の形なのかなという気は僕はしますよ。ですからそういう点からすると、まあ、今少し申し上げましたけど、僕は個人的に42、3ぐらいでもボーダーかなというふうに申し上げてるのは、まあ僕は取らなきゃダメだって話を今してますけど、できない人いっぱいいるんで、だから42、3だっつってんです。おそらく今日ねっていうか今年の簿記論ね、これ結構多分第2問から手出してる人多いと思うよ。特にそういう人、第1問は一番最初が特殊仕分け上、特殊仕分け上なんかやってなければ全然分かんないしね。でまあソフトの金上がるからそっちに移行する人はいるかもしれないけども、まあ第1問全体きちいなと。で第3問は製造業の話だって話になれば大体みんな嫌がるから、そうすると第2問は外貨だし為替予約だしね、なんとかいけっかなっていうところがあるからさ。ただ あれって駆動だけど手出してね、まあ、途中までやっていただいてこれはやべえっていうのを気づいていただければいいんだけど、気づかないでやってんだ、あれ 4,50 分下手すんと全部解こうと思ったらかかるんじゃないですか。30分じゃ無理だと思いますよ。特に外貨の預金とかさ、集計しなきゃいけないでしょ、すっごい大変だっちゃう。あんな途中でやめた方がいいですよね、出ないもん。あんなあんなもん一生懸命やってんだったら他やんないと。まあそれは基本的な回答要領として時計チェックっていうのをちゃんとやってりゃやれてるはずですけどね。だそういった基本的な回答手順っていうものをしっかり踏襲できてるかどうか。だから内容は結構難しいんですよ。で難しいんですけど、今年の試験は受かるために何が必要、当然のことを当然にやるんです。それがちゃんとできてるかどうかです。まあそれは試験でやるのは難しいですよ、舞い上がるから。で舞い上がるから難しいとは思うけど、でもそれが難関試験受かるためには当然まず必要じゃない。みんながやるとこ取りましょう、できないとこやったってしょうがないでしょ、もういろはのいいですよ、そもそも全部終わんないんだから。そこをちゃんとね意識して問題解けたかどうかだと思います。まあ厳しい方になるかもしれないけど、まあでもね今ざっと私のね受講生さん方からお話聞いた分には、まあ、大体ボーダーラインは答
超えてるみたいだからね、まあ一安心でございますが、まあ5周行ってりゃ全然多分受かってますよ。自己採点50だったらまあ問題ないんじゃないですか。実際そこまでいかないと思う。ちょっとこれで50点で結構厳しい。まあよそさんもね、他校さんもいろいろ模範解答もボーダーラインもお出しになってるから、まあ、すでにチェックされてる方も多いと思うんですけども、まあ、実際問題マイナス5点ぐらいで見たっていいんじゃないのっていう気は僕します。で中にはなんか55点とかそれぐらいの点数を歌ってるところもいらっしゃる。まあまあ点数の付け方は違うんで何とも言えないですけど、55なんかできませんよこんなの。まあ、少なくともうちの予想配点で言ったら55点なんか出ません。僕の感覚も勝手な感覚だけど、なんか感覚そういったとこだけは僕はわりかし当たるんですけど、55っつったらね多分上位 4% ぐらいですよ。もうちょっと少ないかな、 3% ぐらいです。3%4% です、ね。まあ、言ってる方はおめでとうございますですよ。なかなかいかないそんなに。だから僕は42、3でも全然いくんじゃないかなと。うちの予想配点で言ったら42、3ぐらいでもいけるだろうなというふうに率直に思います。まあただ一応安全面を考慮してっていうのかな、あんまりね低すぎるのもあれかなっていうのもあるし、バランス取って一応50点っていうところは目安で歌わせていただいてますが、まあ、50いったら全く問題ないと思いますよ。まず問題なく受かると思います。まあでもね繰り返しになるけどいい問題だったと思います。まあやる側からすれば大変です。でやる側からすれば大変だけど、やっぱりまあ簿記論っていうのはこういうもんだっていう前提で準備をしていただいた方がいいです。そもそも簿記論はそういうものない。去年がたまたまラッキーだっただけですから、去年受けた人が別にね簡単だったとは言わないけど、ただ去年はやっぱりちょっとラッキーパンチですよ正直言って。できるものはね、だからできた感があるっつうのかな。今年の試験に比べるとよ、別に去年の人が能力低いとか言ってんじゃないですかね、そういう意味じゃなくて、去年はストレスがない、あこういうもんだろうなって思って、まあ、できたできない別にして、まあまあそうだよねと、こんな感じでしょうっていう感じだと思うんだけど、今年の簿記論はまあまあ元に戻ったっていうかな、試験会場出た時にまず手応え全くないですね、全くないです。まあ、みんなどんよりしてたと思います。僕は感情言ってないから知らないけど、まあ、簿記論ってもともとそういうもんですから、わあできたできたなんつってる一人もいないですから、ああダメだダメだと思って出てくるんですよ。そういうもんです簿記論って。でそれが普通なの、普通に戻っただけ。だからおそらくまあ来年もこんな感じだと思います。これが普通の簿記論なんで、まあだからある意味ねこういう問題の方のがちょっと嫌な言い方になるかもしれないけど、僕は個人的には結果オーライ、まあ、失敗してしまったっていう感覚の方もいらっしゃるだろうけど、全体としてはやっぱり結果オーライだと思いますよ。ラッキーパンチがないんだよ俺。結局まぐれで受かっちゃうっていう人が減りますから、そういう意味ではもう妥当な準備と妥当な努力をした人しか受かんないんで、そういう意味では僕いい問題だと思います。したがってまあ論点のね得て増えてっていうのは当然ありますけども、まあまあ全体としては落ち着いたいい問題になって、落ち着いたっつったらちょっと違うか、簿記論っぽいいい問題だと思いました。まあでもちょっと本試験でこれが出ると引くわなという気はする。で一応ね、まあ、少しうちの模範解答と合わせながらお話をさせていただこうとは思うんだけど、まあ、先ほども少し触れた通り、まず第一問いこうか。第一問の問いの一番、まあ、特殊仕分け帳に関しては幸い、私どもレックとしてはですね、直前補講という形でも帳簿の問題は臭いので、直前講義、通常の直前講義以外に2コマですね追加させていただいて、まあ、ご受講いただいた皆さんにはご負担かけて申し訳なかったけど、やっていただいた次第でございます。でなおかつ先ほど申し上げました通り、これは東連でほぼ類似の問題出してますんでね、特に試算表作る問題、したがって、まあ、もしかしたらうちの東連の方のが難しいですよ。取引量少ないですからこれ。だからうちの東連のあの内容をしっかり見直しておいてもらえれば、まあ、ちょっと極端な言い方しますけど試算表だけだったら10分かかんないですね。5、6分あれば終わるんじゃないですか。だって載ってんもん全部。したがってそれ電卓足すだけだからね、ちょろい。だから仕分けの部分に関しては生産勘定という特殊な勘定を使わなきゃいけないパターンなんで、ちょっとまあそこはできなかったかなっていう気がするけど、でもなんかさっきお話ししてたら要は
二重仕分けのところが手形仕入れとかね、品とか埋まってたから、あ、これ使いやいいのかなと思ってね、同じ形で手形売り上げだの当座売り上げだの埋めましたよっていう方何人かいらっしゃったんで、まあまあそれはちゃんとやってくれたからこその発想だと思うんだけど、意外と僕できてんのかなっていう気はしてるんだけど、ただまあ僕は最初にこれ見た段階で、まあ仕分けはもう無理だろうと、できなくったっていいわと、ただまあ試算表はいけるわねと、いうふうに思ったんで、まあ試算表がしっかりね取れて、でなおかつまあ何個か仕分けがあってりゃラッキーパンチだねというところだと思いますから、まずはしっかりね試算表記載のデータが埋まってるという状況を作っていただければいいんじゃないですか。まあこれ配点箇所が4箇所ありますもんね。まあ4箇所ありますけども、今申し上げた程度の時間で回答ができるという点を勘案すると、まあこれはしっかり4箇所を取り切るべきだろうなというふうには思いますね。まあ思うし、多くの方はやっていただけたんじゃなかろうか。さほど難しくないんでね。まあくどいだけど、うちの当年よりはだいぶ資料もまとまってるんでやりやすかったような気はします。でもしね、生産勘定を使った仕分けのところもある程度一か八かでやっていただいて取れてると非常に嬉しいんですが、まあこれ総配点10点ですから、まあ、少なくとも4点は確保、まあ、その上で科目等の部分でですね、1つでも2つでも埋まってれば、まあ御の字かなと。ただそれだけだって仮に仕分けが2つ埋まってたって6点だからね、これはでかいですよ。今回みたいに膨大低いところで6点稼いでれば、それを落とした人たちはどっかで6点以上取ってこなきゃいけないんで、もうこれは結構今年の勝負を分ける一つのファクターにはなると思いますよ。だからまあしっかりね、帳簿の話ってつまんねえからね、勉強やってたって、ちょっとあんまりこう楽しい話じゃないんでね、地味だしね、やだな、めんどくせえなとか思いながらねやってもらったと思うんだけど、ただまあそれ地道にやっていただいた人にとっては非常にラッキーパンチ、べらぼうに簡単だと思っていただけた問題だと思います。まあその6点でも5点でも4点でもいいけども、ある程度ここでアドバンテージを持つことができたんじゃなかろうかという気はしますね。で問いの2番のソフトはね、これはね僕個人的な感覚で言うとあんま差がつかない、多分みんな取る、みんな取ります。ほとんどの人が取ると思う、まあ一部だな、新たなソフトウェアに振り替えをする対象なんかの特定なんかでちゃんと理屈に基づいて考えなきゃいけないところがあるから、そこはちょっとどうかなっていう気はするけど、まあでも少なく見積もっても多分みんな8割方7割方取ってくるんじゃないかなっていう気が僕します。まあ、結構やりやすいじゃないね。で結局のところこれ必要なデータ全部載ってっからね、ほぼ足し算だし、まあそのソフトウェア仮勘定なんていうのはね、まあ、確かに簿記論としては初めて出たしあんまり馴染みのあるもんじゃないけども、ただまあそこら辺の話はね問題の構成内容からして少し読み取りはしていただけるような気もするしね、まあ、何ちゅったって科目選択肢ということで与えられてるわけですから、皆さん方ご承知の通り有形だろうが無形だろうが資産計上科目についてね、事業供与日以降に償却が始まる、言い方変えれば取得がなされる状況というのを自分で作ってるわけですから、取得原価算定の流れというのは第3問でも製造業が出てるわけで、その観点からすれば、まあ、ある意味アシストになってるんでね、妥当な勘定の選択というのはあまり問題もないような気がする。まあでもそれ3本目の話を使えっていうのも厳しいけどね、ただまあいけんじゃないかなっていう気はする。でね、おそらく僕個人的には第1問問いの2番はみんながみんなと言っていいぐらいそこそこ点数積んでくると思いますよ。まあ今の感覚ですけど7割8割、まあ当然失敗した人もいるとは思うけども、一般論で言ったらまあそれぐらいが最多得点域なんじゃないかなっていう気がするよ。ってことはあんまり差はつかないね、問いの2番では。差はつかないんだけど、逆に言うとある程度の人たちが点数積んでくるんじゃないかなっていうところからすると、第一問問いの2番での大きな失点があるとこれかなり厳しいです。正直厳しいと思う。まあなんつったって総配点が15点来てますから、その時にまあちょっと10点落としちゃうとかだとちょっと厳しいかな。
という気はするけどね。まあまあでもこっちは比較的手が出やすかったような気がするんで、まあ皆さん方特に私どもの方でね、直前期しっかりやっていただいた方にとっては第一問問いの一番のところで、作っていただいたアドバンテージをしっかり生かしきっていただくことができればですね、まあ全体的にはそこそこうまいこともあるんじゃないかなという気はいたします。まあそんなところかね。で次問いの第2問なんだけど、もうこれねあんまり言うことないね、言うことないんだけど、これちょっと途中までやんないと多分その重さって分かんないんで、ある程度はやっていいと思います。である程度はやっていいと思うんだけど、まあ為替役が予定取引で事前設定の話なんでかなりこれ煩雑なんですよ。でちょっとねもう少し作業していただいた進めた段階でこれかなり問題解くにあたってもさっきの具体的な例で申し上げましたけどね、なんだっけ外貨預金とか計算して出そうと思ったら、ほら一個つ一個つそれこそ取引資料を見るごとにレートと資料とレートと資料とみたいな形で行ったり来たりしないとそもそも集計するのも大変だしね、これねもうちょっとやべえなっていうふうにそこで気づいてもらえるといいかなっていう気はする。無理してやんない方のはいいね。でまずまあこれは皆さん気づいてもらったと思うんだけど、結局のところ今回重くなってるのとその商品売買関連であったりとか決済手段としての預金の関連であって、それ以外のですね社債とかの話って全くそういう面倒くせえ予定取引の話関係ないわけですから、もうちょっとある程度頭の方を手出してちょっとこれやべえなっていうのは、まあ仕分けの推定の段階で結構もう気づいていただけると思うんですよ。ご自分が考える仕分けと普通多分違うんでね、こんな形ねえじゃんっていう話になると思うので、もうそこら辺で気づいていただいて社債と減価償却、まあ、僕は個人的にその3つでいいと思いますよ。社債でしょ、社債利息でしょ、で減価償却だよね、この3つもう3つだけやったらね他行っちゃえばいいよ。出ねえもんだって部分点ないじゃない。あともう全部他の関連項目を集計しないと回答出ないやつなんだから、まあ、僕ならそうするな。僕はそんな面倒くせえの嫌いだからちょっと、まあ、途中で嫌になっちゃうからやんない、まあ、集中力が続かないもんね。あれ大変だよ。でただねさっきも言ったけどこれできそうな気がすんのよ、パッと見外貨だから。で為替役はねみんな一生懸命やってるからなんかいけそうだなっていう気がするんだけど全然いけません、全然いけません。これはね無理です。やんない方のがいいです。まあやったっていいけどもうさっきの話戻っちゃうけど基本に戻ってね30分で切んなきゃダメだよ本当。で第一問とかちゃんとやんないとダメですよ。もうちゃんとそれやんないとこれどえり話になりますから、どうでもいい話ですけど私もうこれね回答みんなで付き合わせするときにやったんですけどもうやりたくなかったもん、めんどくせえからもう見てめんどくせえんだもんだって。でもやんなきゃいけねえからやるじゃん、すっげえめんどくせえんだもん、大変だよこれ。でみんなだってうちのね政策の先生方だってもうこら大変だこら大変だってみんなで言ってやってんですから、そんなもん2時間の試験時間でこんなもんできるわけないですよ。もうねやっちゃダメで、どうせめんどくせえねやんだったらもうさっきの話じゃないけど第3もとっとと移ってね製造原価関連やったのがいいですよ、あれできるから。それの方がいいし、未着品売買って何だってあれできますからね。だからそういうのちゃんとやった方がいいですよ、もう時間の無駄だからそこの選択だよね。でもうそれがちゃんとできてれば今回ね結果的に例えば40分かけたけどできなかったとかね、ちょっと45分かかっちゃって途中でやめたとか、まあ、そういったところでちょっと時間配分しくったなしくじっちゃったなっていう感覚の人いると思うんだよね。いると思うんだけど、まあ、それ大事な経験よ。別に来年も簿記論やれっつってんじゃないですよ、そういう意味じゃなくて税理試験ってそういうもんだから。だってまあここにいる受講生さんとも話したけど皆さんこの後税法行くんでしょ。で最近やたらめったらなんか人気のあるさ国税徴収法っていうのがあるけどさ、国税徴収法なんか棒たらい93とかだよね、でも僕もそれを教えてもらってえって思ったんですけど93点だよ、ね、まあそんなになっちゃうと全部解かなきゃいけないよな。
で全部解かなきゃいけないけど、じゃあ簿記論でボーダーライン90なんて聞いたことあります？僕言ったことないですね。60点取りゃ受かりますよとは言ったことありますけど、60点なんかいけやしませんよって話はしてますけど、根本的にですね、やっぱ科目の特性ってあるんで、簿記論なんかまさにそれさ、だから今回なんかもうそこにちゃっちゃと気づいてね、もうダメだと思ったらもう次に切り替えると、出ないんです、2時間かけてやったって解けないんです簿記論は。だからちゃんとそれを念頭に据えてやれたかどうかなんです。でそれを日々の討論で練習しておかなきゃダメなのよ。討論ってのはそのためにやってる。だからまあこんなこと言うとあれかもしれないけど、うちの討論ってね、幸いなことに難しいというご提評いただいてるんで、私どもの簿記論の討論は非常に難しいです。点数取らせる気がないんで。それは何でかって言ったら、点数取ってもらったってしょうがないでしょ。だって本試験取れねえんだから。難しい問題やるんですよ。できねえやん。できねえ時に何すんの。とっとと時間ごとに切って切り替えなきゃダメな、その練習なんで。1回目の討論っていうのはその練習のためにやってるの。点数なんかぶっちゃけどうだっていいんですよ。で2回目3回目に点数伸ばすように5等科書に見直すりゃいいでしょって僕ずっと言ってるじゃないですか。そういうことなんですよ。だからだ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 ら1つの問題に固執しちゃダメなんです。1つの論点できて受かるっていうのはないから、簿記論は。だからそういったところをちゃんと意識して時間を切り替えることができたかどうかでね、まあ失敗しちゃったのに あいつやん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 言うなっていうのはあるかもしれないけど、別に僕は責めてるわけじゃないですよ。そうじゃなくって、もしうまくいかなかった、失敗しちゃったっていうのがあるんだったら、これを一つの経験として来年以降税法行ったりなんだりする時だって同じスタンスのもの絶対あるんだから、そういうのを生かしてくださいよ。一回悔しい思いしたんだったら、そうでしょ。税理試験ってそういうもんですから。だって落とすためにやってんだもん、受からすためにやってんじゃないもん。そうでしょ。上位テンパーですよ。あの会場、皆さんのイメージしてください。あの会場にいる9割落ちるんですよ。落とすために試験やってんですから。そういうもんです。受からせようなんて気はみじんもないですか。全くない。どう落とすかなんです。国家試験ってそういうもんです。だから意味があるんじゃないですか。そうでしょ。そういうもんなんですよ。だからそれに合わせて問題解かないと、ね、だってもうできないじゃん。こんなこと言うとあれかもしれないけど、僕は素直だから言いますよ。僕こんなの2時間できないですよ。自慢じゃないけど、2時間でこれ解けるか、僕解けない。無理だって。第二も大変だもん。僕はできません。別に僕の自己弁護のために言うんじゃないけど、僕ね、うちの講師ね、諸先輩方ひっくるめてですよ、簿記論の問題何でもかんでも2時間で解き切れるって先生は僕一人しか知らないですよ。僕前に別の予備校いたし、でこっち移ってきたし、で前の予備校さんは名前の知れてる予備校さんですから、会計学担当してる先生いっぱいいます。いっぱいいますけど、ワンワン先生見てきました。もう立派な先輩方いっぱいいらっしゃいます。でも残念ながら簿記論の問題を2時間で回答しきれる、全部一通り解き終わる、レックン来てから一人だけ入りました。今いないけど、別の学校行っちゃってんで、別の学校行っちゃってんで、いやもうその人だけで、僕が前いたその著名な学校だって、まあ僕も含めてレックの講師だって、2時間なんかで終わんないですよ。こんなもん終わるわけねえよ。終わらないようになってんので、僕らなんか年がら年中問題見てたってできないの、2時間じゃ。でそれをね、皆さん普段お仕事したり大学の勉強しながらやってるわけでしょ、ね、でその方々がじゃあ、まあ、中には僕らより全然できる人はいますけど、一般論で考えてね、2時間で解き終わる方は終わんないんですよ、ね、こんだけ僕ら年がら年中、まあ、地味ですけどこんなもんやってんだから、それだって終わんねえんだから。皆さんその間仕事したりなんだりしてるでしょ。僕してないんだから、してないんだからって言ったらあれですけど、まあ、しちゃいますけど仕事は、ね、そういう人間がやったって解けないのよ。だからこんなのね、もう途中途中で切らないと、ね、そこがちゃんと切り分けできたかどうかだと思います。であんまり余計なこと言うとあれだからね、まあまあ第二問はね、その3つですよ。社債勘定 5TB 算、社債利息の 5TB 算で、減価償却の 5TB 算、もうその3つができれば十分で、今日とりあえずね、いろいろ後悔されてる方もいらっしゃると思います。後悔なんかすることはない。失敗は失敗であるん、ね、苦労だけど落とすための試験なんだから、失敗するのは当たり前、ね、1回ぐらいでへこたれちゃダメで、1回ぐらいでへこたれちゃダメで、この3つがちゃんとできたらいいじゃん。勉強ちゃんとできてんだから。でそれを来年以降さ、別にもう1回簿記論受けろっつってんじゃないですよ。ちゃんとそこで点数つながるようにしてきゃいいじゃん。税法になったって。
できるところをちゃんとやるってことができてんだから、それを増やしゃいいだけですよ、ね、でそういうふうにやっていけばできるから、あこれね失敗したなっていう感覚の方はぜひぜひ来年以降税法入っても生きる経験だと思うから、ね、その前提で頑張ってくださいよ、ね、忘れずにさあやっていけばいいと思います。で同じように第3問に関しましては、さっき言ったやつなんだけど、これさちょっと先に言っとくと、皆さんA19 ページが入ってるインセンティブ報酬、これさPSU だの SAR だの何だのかんだのって入ってるけど、これまあなんだ、PSU の方はまあ要は新株引き受けの話なんで、まあ、なんとかやろうと思えばできたかなという気はするんだが、まあそれも厳しいと思うよ正直。でましてや下に乗っかってる、SAR なんかもうこれはさっき言ったやつで、定められた会計基準ってまだねえからね、これやれっつったって無理ですよ。だからこんなのはもう花からやんない方がいいよね、っていうかでもこれは諦めつきやすくなかった、分からんって話になるじゃんね、そうなった方のが良かったよね、もうやったって分かんねえもんね、で見たことねえんだからやんない方がいいよ。でただ僕逆に言うとね、この問題ちょっと優しかったかなって思ってて、まあここだけで言うとよ、捨てどこが選べんじゃん、そう思わない？だってこんなんできないもん絶対。でこんなん絶対できないんだから、じゃあ他のやつやろうぜ、ある意味、皆さん方にとっては切り替えしやすかったんじゃないかないうふうに僕思うんだよね。でその前提でまあ捉えていただいた時によ、まあ今回のこの第3問は繰り返して悪いけど本当に基礎力が物言いますよね、で全体的な処理が合わなくったって5TB の回答埋まるものか何個もあるからね。例えばだけど一番最初に載ってる国事現金これ出ましたね、ちゃんと 5TB に書く国事現金とか書いてなきゃダメですよ。修正処理ができなくったってこれもう期末月末補給制だって書いてあるんだから、 5TB の間のその当然のことだから定額だって書いてある10万だっけか、何決まってんじゃんね。まあそんなの皆さん当然書いてもらってると思うんだけど、修正仕分けができなくったってそれは書けるでしょ。これちょっと変な言い方っていうか意地悪い言い方させてもらって悪いけど、これ産休だからね、だから国事現金が合わないっていうのは産休の領域を落としてるってことでしょ。相手勘定は少し複雑だよ、相手勘定は少し複雑だけど、そっちが面倒くさいなと思ったら国事現金だけ書いとけばいいじゃない。月末補給制期末補給制って書いてあるんだから、そしたらそこはちゃんとやっぱ取れてるかなって大事なことですよ。でもっと言えば同じ話になるけど、繰り返して悪いけど未着印書きましたね、未着印なんかもう都度法だって書いてあるんだから、都度法って見た段階でこれ全 TV の値と結果変わんねえじゃんって分かるじゃんね。だって未着の取得の部分が未処理だよ、でそれそのまんまもう販売してんだから売上原価の減額するんでしょ、ってことは結局のところ増加と減少が同時に記載されるんだから全 TV の残高と変わんねえもんね。ってことはその取得の部分であったりとか販売の部分の処理がもし万が一間違えたって少なくとも未着印は書けんじゃんね。で都度法の話が分かってる人にとってはべらぼうに簡単ですよ、そういうことでしょ。でそういうのがちゃんとできてますって話ですよ、ね、まあ、別に普通に仕分け考えて集計したっていいけどね、だこれなんかちゃんと基本踏襲しといてもらえればそういったところは解けるじゃない。だから普通に考えれば第3問ってのはもう有価証券みたいな取りどこ作ってくれるんだけど、今回それがない、ね、それがないんでその分やっぱり戸惑ったかもしれないけど、ただ私はもう常日頃散々パラ申し上げてる通り、第3問総合問題は現金預金の話、有形無形の固定資産の話で、各種引き当て金の話、もういろはの意の部分をしっかりやるんですよってことをずっと言ってる。でその前提でしっかりそういったところが取れれば受かるんですよ。でそういったところを落とすからやっぱり差になるんですよ。でその前提でいけば今回有形固定資産、まあ、少しね、なんだっけ、消化のための経費みたいな、ちょっとどつきづれい話があったんで、あら保険債権の算定ね、具体的には圧縮基調の特定なんかをするときにちょっと影響しますけど、ただもうそのやり方は問題文に書いてあるわけで、まあこれぐらいはやっぱやってほしいよねっていう気はする正直。ただ、まあ、そこ間違ったとしたってそうな、本体の部分なんか比較的対応はしやすかったんじゃないのかな。
いう気はしますんで、まあ似合わせの話が絡んだりなんだりありますけど、別に似合わせとかね、まあそういった未着印関連出てきてる話って別に未着印本体には関係ねえわけですから、ああ手形の話なんでね、支払い手段の話でしょ、そんなの普通に考えれば分かる話で、でそういったところをちゃんと捉えなきゃダメですよ。仕分けってのは借り方貸し方どっちもあるんだから、ああ貸し方できなくたって借り方があったらいいじゃないですか、ああ全体できないと思って判断するのはもう間違いですよね。でそういったところはやっぱりしっかりと捉えられていけば、一応ね今日ね、今日ねっつったらだけど、今回ね打たせていただいてるボーダー少し高めに打ってるけど、まあ22点から24点で打たせてもらってるけど、全然いくと思うよ僕、20点は20は行くよ、行く、20は行くと思う。まあ私のクラスに関しては常に第3問の目標は25点、なので、まあ結果25っていうのはちょっと厳しいかなっていう気はするけど、20だったらいけんじゃない、いけると思いますよ。まあそこまでいかなかったとしても大きく割ることはないような気はする、まあ、例えば10点割るとかそれはないよ、ちゃんと選べばね、ちゃんと選べばだけど行くんじゃないかな。だってあの賞与引き当て金とか簡単じゃない、退職給引き当て金簡単だよね、累計額出すのも簡単でしょ、別に難しくないじゃない、そうするとちゃんと選んでやってきゃできるんじゃないかな。で後半とこなんか別にやることはないやん、なんだかわけわかんない一生懸命やったって無駄でしょ。でそんなのかける時間があったらそっちやった方がいいですよ。で異常減損費等の金があるんで、まあ期末仕掛金とかもしかしたらちょっと厳しいかなっていう気もするけども、まあやっぱり示唆選択する能力だろうな、本当に基本の部分をしっかり選んでいかないと結構やっぱり足引っ張られるかもね、で時間が足んなくなって解けなくなるっていうパターンかもね、もしかしたらね。だからそこに陥る最大の要因は多分第2問ですよ、全部の元凶がそこにあるような気は僕はする、そうじゃなければ逆に言うと第1問と第3問に時間が割れふれたと思うので、そこのところでどれだけ点数を積んでもらえるかだと思います。でもそうな、ちょっと意地悪か、ちょっと意地悪っちゃちょっと意地悪かいう気はするけど、でもいいんじゃないですか、こういう問題出てもね全然僕いいと思いますし、ただおそらく一の出させていただいているボーダー22点ですけど、これ今回の第3問は僕の感覚で言うと多分10点割ってる人相当いるはずですね、相当いると思います。もう簿記論ってもう間違いなくですけど製造業でんとめっちゃ点数低くなるんで、製造業の要素が入るともうかなり厳しいんでね、で分かっちゃいるけどやっぱり書き間違えるとかさあるじゃない、本試験だから。一人僕のところでご報告くださったのは退職給費用ちゃんと出てるんだけどね、あれほら一部労務費振り返るでしょ、で一部労務費振り返るから結局 5TB に乗っかる退職給費用って 60% だっけ、残った分だけになるじゃん、でそれはそっちできてんですよ、したら引き当て金も 60% にしちゃって、気持ちはわかるよ、普段そんなことしない人よ、で普段そんなことしないけどやっぱり試験だから舞い上がっちゃうんだよね、逆に退職給付なんかも取んなきゃダメだって、もうその人常にできますから、できなきゃダメだっていう頭でやってるから余計にちょっと舞い上がっちゃったんだろうね、で自分でミスったことにすぐ試験終わって気づいてるんですよ、やっちゃったっちってね、ねやっちゃったっちっておっしゃってましたけど、まあそういう怖さはあるわな、でそういう怖さはあるけども、でもね、まあでもその人は賞与引当金はちゃんと100% 全部引当金は書いてるんでね、なんだかわかんないけど退職給だけやっぱりやっちゃったっちって、まあそれはやっぱり試験の怖さだよね、でそういうのはあると思いますよ、ね、あると思いますけど、まあでも逆に言えばそうやって回答が出てるだけね、僕全然いいと思います。私個人的な、もう全くただの予想ですよ、全くただの予想ですけど、これ今日の今回の第3問で本当10点以下相当いると思いますね、いつもより多いですよきっと、もう製造業だからで未着印でしょ、できないですよ、でまぐれで当たんねえし、
したがってまあちょっと相当下がるような気はするんだな。ただ今の話じゃないけど、それなりの層の方々っていうのかな、ちゃんと準備した方々はそれなりに点数積んでくるはずなので、僕の感覚もうただの予想です。東連を見ていて、直前期の東連、皆さん方の答案なんかを見ていて、その傾向からすると3割ぐらいの人は少なくとも12から15ぐらいは取ってるような気がする。でその中でさらにまあ20点近くオーバーっていうのかな、いう方々が 18% なのか 17% なのか分かんないけどいるのかなっていう気がする。でそうなってくるとやっぱり結構第3問も勝負の分かれ目になってるかなという気がしますね。だから今回はね、ちょっと本当に厳しい言い方になるかもしれないけど、さっきも申し上げたんでいいって言っちゃったからあれなんだけど、まあでも僕は個人的にいいと思ってるんで言ってんですが、まあラッキーパンチはないですよ。おだそういう意味では妥当な試験だと思います。まぐれで受かることがないんで、まぐれでって言ったら失礼ですけど、妥当な努力と正当な、ね、努力と妥当な準備をやった人じゃないとこれはもう解けません。だから方向性間違えたりなんだりしてるとやっぱり厳しいと思いますよ。でね、まあ僕も収益認識なんかやっぱ出ると思ってたし、まあみんな出ると思ってたと思うんですけど、そこら辺の話が出なかったり、有価証券が出なかったり、ね、ある意味裏書かれたっちゃ裏書かれたのかもしれない。ただそれをして裏書かれたっていうのは筋が違って、まあ、逆に言うと僕は別に責任回避するつもりはないけども、伝統論点はできなきゃダメだというのは前提としてずっと言ってるし、仮に収益認識で一級みたいに難しい問題が出てきた時にはもうやんなくていいからやれるところも移ってくれってずっと僕言ってますんで、それがちゃんとできたかどうかですね。だから今回は収益認識なんか出てないけど、まあ、その代わりにトンチキな SNS なんとかとかっていうのは出たりねしてるんで、まあそういったところにはまらないようにしたかどうかだと思います。ただ僕ね、当日の回答速報でもちょっと言ったんだけど、別に来年皆さんもう一回簿記論受けなさいとかそんなこと言ってんじゃないですよ。そういう意味じゃなくて、今日の問題は今日の問題で一旦ね、確認はやっぱ取っといた方がいいよ。だすなわち全部が全部解けるって意味じゃなくて、基本のアプローチぐらい確認した方がいい。だってこの中に多くの人たちは企業税に移る人多いでしょ。企業税移るんだったらせっかく簿記論でやった話、企業会計の話、土台固めといた方がいいよ。当然だけど会計が強い人だから法人も強いんだからね。会計弱いのに法人強いわけないじゃん。そうでしょ。会計が弱いのに消費税ができますか。できませんよ。だからせっかくやったんだから見直しといたらいいよと僕は思うよ。で全部を解き直すとは言わない。全ての論点ができるようにしろとは言わない。できないものはできなくていい。難しいものは飛ばしたっていい。だから今日の第二問なんか別に、第2問に関して言えば社債と減価償却以外は別にやらなくたっていいです。ただそこはちゃんとできるようにしようよ、ね、でソフトウェアの話はちゃんとできるようにしようよ。で第3問でいうとこの引き上げの話とかその他の話はできるようにしましょうよ。それは来年以降税法入るときにだってつながります。まあ税法終わってる人はいいけどね、と僕は思います。まああとはね、企業税やりませんっていう人は別にまあそんなに影響ないかもしれないけどね。別に僕は来年もう一回受けなさいっていうつもりで言ってんじゃないですよ。まだ皆さん望みあるんですから、それを無限に捨てる必要はない。ご自分の状況を考えながら、まあ次に向けてね、どういうふうに勉強するかっていうのも考えていただければいいとは思うけども、それはもうどういう状況の人も一旦解いたものは見直しはした方がいい。せっかくやったんだからね。そうすることによって、まあ来年以降選択する科目につながってくると思うからさ。ただもう最後に言っとくけど、この予想配点とかボーダーラインってうちが勝手に言ってるだけの話ですから分かんないですよ。で僕が言ってる話だと僕の感想ですから全然外れてるかもしれないです。もしかしたら30点でボーダー入るかもしれない。思ったよりできないね。またはもう皆さんご承知の通り、今年はほら受験資格ね撤廃の初年度だから、案の定と言ったらなんだけど実際受験者非常に多くなったし、まあそうするとまあそれ見たって分かるけど、政策的に受験者増やしたいんですよ国税は。まあ合格者って官報載せるのを増やしたいのかどうか分かんないけど、まあ少なくとも会計科目だけは受けられるようにしたいでしょ。ってことはある程度やっぱ門戸を広げたいんだから、政策的に合格率は去年並みとかもしかしたら維持するかもしれない。
そうなるとボーダーラインうんと下がりますよ。 20% なんて去年みたいな数字で言ったら多分下手すると30点台前半でもかかっちゃうからねと思うよ。おー、だから分かんないですこれは。だから例年の状況で言えばということで変に期待持たせるつもりはないけども、例年の状況で僕らはこれ出してるんで、だからそれは何とも言えないけど、まあ、一つの判断指針として捉えていただいてね。残念ながらまあ皆さん試験の結果が出るまでにちょっと時間があるからね、その間何もしないわけにはいかないから、どうしても次のこと考えてもう準備は進めるとか、やっていかなきゃいけないのが税理試験の厳しいところではあるけどもね、まあ一つ参考にしていただいて、次へのねステップお考えいただくとよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっとよもやま話が多くなっちゃったけど、もちもちいい頃合いなんで一旦これで簿記論を締めます。でちょっと10分ばっかり休憩取って、これウェブでご覧いただいている方、これ中継なんだよね、中継なんだよね、ちょっと座標続けてご覧になる方、ここから10分休憩取りますんで、ちょっと10分ぐらいしたらパソコンの前にお戻りになってください。はい、じゃ あ一旦これで締めます。簿記論はこれでおしまいになりますんでね、じゃあ10分程度お軽くトイレ休憩にしましょう。じゃあ皆さん今日はね簿記論だけの方もいらっしゃいますんでありがとうございました。一旦簿記論はこれでおしまいになります。お疲れ様でした。